ございます。ピエトラです。今日はこの石灰硫黄鉱材についてお話ししようと思います。この石灰硫黄鉱材なんですけれども、殺菌殺虫に効果があり、有機農作物に使用できる農薬です。濃度が高い状態で使用するので、冬のバラの休眠期にしか使えませんが、効果がある薬剤です。ですが、ここにありますようにバラは適用作物に入っていないんですね。実は以前はバラも使えたんです。使っちゃいけないということではなく、自己責任で使ってください。私は昔から使っています。ペットやお子さんのいるご家庭では、薬剤を使った後に薬剤が乾くまではお庭に出さない方がいいかと思います。本来は、噴霧器で散布するのが本当の使い方なんですけれども、今のご時世、住宅街でそれをやったら大変なことになりますし、薬剤がものすごいアルカリ性の強い薬剤なんですね。なのでフェンスについたりとか車に飛んだりしたら、錆びて大変なことになってしまいます。うちの場合、一番大惨事だったのは、ベランダで使ったらベランダの排水口が錆びて雨漏りを起こしてしまうという大惨事になったことがありましたので、噴霧器は使わない方がいいかなと思います。で、私はハケ塗りをするんですが、ペットボトルをこんな風に切りまして、この中に薬剤を作っていきます。箱にはバラが適用じゃないので、希釈倍率が書いてなかったんですけれども、だいたい8倍から10倍になります。ですから、ここに8倍で作っていこうと思います。こんな風に最初に、水で測っておいて線をつけたりしておくと混ぜるのが楽です。粘着剤はこのダインを使います。使用量なんですが、ここにあるように粘着しにくい作物の方でいきますので、10リットルあたり1から3ミリリットル、この量を作るとしたら、だいたい 0.1 ミリリットルぐらいですかね。0.1 ミリリットルを測るのに、このスポイトを使います。このスポイトで4滴になります。はい、では適当な器に、水を入れて、そこにダインを4滴入れます。混ぜます。そうしましたら、これをこちらのペットボトルの入れ物の方に入れます。それを最初に測ってある規定の線まで水を入れます。そしてそこに石灰硫黄鉱材を入れます。
タオル引いといてよかった。はい、あとはよく混ぜて、はい、これをバラに塗っていきます。さて、薬剤を塗っていくわけですが、ご自身の装備なんですけれども、体についてしまったり目に入ってしまったりすると大変なので、私はこのような装備を使います。塗り方は特にありません。ただ、下にこぼれないようにトレイとか新聞紙とかを引いておくといいかと思います。もともとは噴霧器で、茎を洗うかのようにやるのが普通というか正解らしいんですけれども、まあ、ハケで塗るのでとにかくムラのないようにということだけ注意すればいいと思います。根元のここの部分なんですけれども、ここもよく塗っておいた方がいいと思います。